戦闘の脱衣所。皆さんこんにちは。番組 MC レーシングドライバー小村俊樹です。超ウケるんだけどって言ってるやつは大体全然笑ってない。で逆にいやちょっとこれ切れそうなんだけどって言ってるやつはもうすでに切れてる。ディオです。はい、甘噛みしました。いやあれそうじゃない？なんかさ、うん、なんか話してる時にさ、まあ、超ウケるんだけどって言ってるやつって大体ウケてないじゃん。もう失笑ってやつだよね。そうそう。しててもね。そうそう。うん、なんだろうあれ。あれムカつくよな。まあ前置き、前置きというかね、うん、はい私笑ってますみたいな。そうで逆にあこれちょっと俺切れそうなんだけどって言ってたらもうすでに切れてる。冷静を装ってるだけで、そうあれ絶対もう切れるんだよあれ。切れてるでしょ。そうなんだ、あのね、な、ま、前置きっていうか日本人特有だよ、ね、これ言っちゃうよね。でもそうなんかいざ自分がその立場になったらなんか言ってそう、言ってそう、切れそうなんだけどって言うんだ。いやマジ切れそうだわ。切れそうだわ。いやマジ切れるわ。切れそうだわはないかな、確かに。ムカつ、うん。マジムカつくわ。そうそうでしょ。それはあるかも。でももう怒ってますっていうのはあるかもしれないけど、怒りそうとかはないかな。そうそうそう。前置きを言うやつがね、特にこれギャルとか多いんだよね。うん、超ウケるんだけどーっていう。頭ウケてんのがいいじゃん。頭悪そうなギャルがさ。超ウケる。いやウケてないんですよ、大体。まあまあいいじゃん。間を埋めるためにっていう。頑張ろう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 受けてもらえるように頑張ろうよ。頑張ってるよ俺は。頑張っててそれ言われるんだよ。そうだね。ムカつくんだよ。残念でした、うん、いややめろ。残念でしたはそれフォローになってないんだよ。はい、はい、ということで、まあね、ちゃんと受けてもらえるように、うん、笑ってもらえるように、はい、我々頑張っていきたいと思います。頑張ります。今回からですね、うん、まあ新コーナーというか以前にね普通に、はい通常放送としてねやりましたけども、ゲームコーナ ー, ゲ ー, ムコ ー, ナー新設やりました。ちゃんとゲームコーナーとしてね、うん、ゲームはゲームで、はい上げていきたいなと思います。やりました、その第1回目、うん、となりますから、コーナーになって第1回目のソフトなんでしょう。はい、ストリートファイターサードアニバーサリー。サードじゃねえよ。30アニバーサリーです。3年周年ですか。そうそうそう。3年最近でした。最近でしたか。そんなストリートファイターももっと長い歴史ある。はい、ということで、まあスイッチの、プレイステーション4または、スイッチ、ニンテンドースイッチで発売されました、うん、もう3年ぐらい経つんですかね、うんうんストリートファイター、30周年のアニバーサリー記念のソフトですね。これ熱いよね。いや僕もね、さすがにストリートファイター、うん、まあやった経験者です、うん、ただ、そんな回数をやったわけではないですけど、うん、ちょっと欲しくなっちゃいましたね。そうそう。で手に入れて今、うん、ストリートファイターシリーズって言ったら5まで出てるわけじゃないですか、ね、もう全然僕の知ってる、まあもちろんそれもやったことありますけども全然ね、もう分からない。もうスト2から比べるともう 別ゲーム別ゲームでしょあれ、うん、なんかどっちかというとこう鉄拳寄りというかそっちなんですよやるとしたら。ああ 3D 格ゲーの方 ね、うん、バーチャファイターとかなんかちょっとやってた感じ。ああなるほどね。だからああいうテイストになって絵のタッチとかね、うん、テイストになってからは全然やらなくなっちゃって。まあね、なんだかんだいろいろシリーズありますけど、うん、やっぱ一番熱いって言われてるのはストリートファイター2ってなんですよ。スト2ですよね。未だにやっぱそれだけを破られてないし、ね、で一番その格ゲーの中では金字塔なんですよスト2って。あそうなんだ。このルールとかあるじゃないですか、この、はいはいはい、HP とかコンボとか、うん、この概念を作ったのがスト2なんですよ。あだから全部それを真似て作られたんですよ、ね、他の格ゲーって。それで一回訴え、ね、訴えたりしてるんですよ、カプコンが別の会社を。あそうなんだ。パク真似したみたいな。真似しただろうって、うん、そう、そんくらいもう格闘ゲームの金字塔、まあ一番初期のものって言われてるのがもうストリートファイターなんで。じゃあその金字塔と言われてるゲームをね、うん、まあこのソフト自体は、12個ですか、うんうん、12個のシリーズタイトルが入ってまして、まあ今多分映像を映してると思いますけども、まあ、ストリートファイター1だよこれ。これね、そもそも、うん、ストリートファイター2からしか知らないっていう人も多いんじゃないかなっていう。そう、スト2が爆発的に売れたからね。そうそうそう。で、もう1を知らないで、うん、ストリートファイターに入ってきた人が結構いるんじゃないかなっていうところで、そうだよ、まあそこから、プレイができると。そう。
ワン、ストリートファイター1はね、うん、あの発売されてないですよ、スーパーファミコンとかじゃ。アーケード、アーケードでしょ？アーケードだけなの。だから俺たちがやりようがないんだよ、うん、スーパーファミコン。もちろんね、ゲームセンターに行かないと、まあできなかった。そう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 。で、それが家庭用となって出たのがこのストリートファイター2。めっちゃこれが爆発的にヒットしましたから、ね。で、そこから、まあ、ニュージェネレーションっていうね、まあサードストライクっていうところまで、うん、タイトルが入っている。そうそうそう、遊び尽くせるという内容になってました。要はストリートファイター1、2、3と0。大きく言うと、そのシリーズが入ってる。それの、はい、はい。そこですね。ですからね。なんで、今日はですね、まあ、まず我々私と、リオ君、うん、まあ、対戦をしたいなと思います。はい、その対戦で、まあ、もちろんこのスト2と、そう、やっぱ一番最初はね、このゼロシリーズの3、そしてニュージェルシリーズのサード、こちらでまず対戦をします。うん、で最後は、このストリートファイター2X、スーパーストリートファイターね。うん、それのアーケードモードでね、うん、まあ、ボスキャラ倒していこうじゃないかと思いますから、いい、ね、うん、はい、じゃあ早速やっていきたい、はい、まず最初っぱね、金字塔のと言われているストリートファイター2。ちょっと音出しますね。いいね、このオープニング。これ誰だよこいつらって話だ。キャラクターとして出てきてないもんね。いいね、このオープニングの曲。やっぱこれだよね、そう、ロッテのトッポみたいな。まあ、ちょっとテンポがちょっといけるね。いや、ちげえ。やっぱこれだねに俺かけただけで。あ、そっちか。はい、ということで、一つやっていきたいと思います。ワールドウォーリアー。はい、ということで、8人。ましたけどね、まあ、当時はね、四天王、まあ、ベガとかね、うん、そのキャラクターが通常では使えなかった状態ですよね。うんうん、あれはターボから、ダッシュから。いや、ターボから使える。ターボからか。ね、はい、これ、見てください、この横のサイドにある絵。これ、ね、説明書に載ってる時の絵柄なんですよ、はいはいはい、ちょっと古いですよね、タッチが。コマンドのね、書いてあるね。あれ決まっちゃった？勝手に決まるのこれ。タイムあった、タイムとかあんだ。まあいい、まあいいじゃないですか、やっぱり。あ、いいね、下がったらね。やっぱね、僕はね、こう、竜じゃないと。あ、おっせ、おっせ、ちょっと待って、めっちゃ遅いぞ。いや、あの、遅いんだよ、あの、前の。そうか、ダッシュからがあれ、テンポ良くなったんだよな。やべえし、省力出ねえな。そう、我々今、スイッチのね、プロコントローラー使ってますから、スティックでやるのか、十字キーでやるのかっていう、ちょっと難しいところですけど。いや、こんなテンポ悪かったっけ？おっそ！しかも、二人とも声一緒じゃねえか。お、勝ちました。テンポ悪っ。テンポおっそ！はい、ということで、まあ私が竜を使っておりますけど、うん、リオ君が、うん、剣ね。で、この二人は、うん、同じ師匠。そう。で、修行を積んで。竜剣。豪剣じゃなかった？豪剣。で、あ、そう、豪剣。豪剣の師匠が竜剣。あ、さらに上か。そうだね。よっしゃ。あ、やばい。おう。ピヨってない？あ、ピヨった。昇竜。おい、ちょっと待って。俺がピヨった。負けねえよ。ダブル KO。あるんだよね。いやー、つまりはこれだ、一生してるから。いや、これは両方ない、両方脳幹か、脳幹になるんだ。なんだよ、まあ、リオ君といえばやっぱ格闘ゲームめっちゃやってるじゃないですか。昇竜、でもこのコントローラーでやるとやっぱちょっと。いや、俺はもうすぐに適応する人だから勝てそう。やばい。あ、ピオリ狙ってんじゃねえ。甘い。やめ、甘い。ジャックパンチ。それはもう、はい、ということで、まあ、まあ、リオ君ね、このコントローラーではやっぱりゲームセンターでやる方が多い。いや、まあね。でも俺はね、うん、お、かっこいいな、こんな感じになるんだ。あ、ちゃんと出るんだね。ヨガを勘違いさせた。ヨガ格闘技じゃないから。あ、でもまあコマンド、おっせえ、すでに遅いから。コマンドとしてはやっぱ、あの、一緒だね。そうそうそう。ヨガもね。ヨガダルシムな。ヨガ使いのダルシム。あとリーチ長いよね。やっぱね、初心者が使うにやっぱいいんすよ。あの、リーチ長いって。ただ、ちょっと使いづらい。すでに遅いのに。遅すぎるわ。もともとが遅いのに、キャラクター自体も遅いよ。そうそうそう。冬、ジャンプしてる時間めちゃめちゃ長いから。そうだね。なかなか泥試合やってるけど、ワン・ツー・ファイっていうのもめちゃめちゃ遅いから。弾は遅い。ただ当てれる気、当てれる気ねえ。あ、でもこれ早いんだよな。そう、地味に。いや、もうめっちゃ減るな、ラグが。ああ、
なんだっけ、スピンキックみたいな。ジャンプ、下キックだと思う。あれ、させねえけど。なんなかった。あ、ないのかも。スト2はまだないのか。あ、決まった。空中投げ弱っ。はい、ということで、まあ、ストリートファイター2、これがね、もう格闘ゲームといえば、だからロシアのプロレスラー、あー、こう飛び道具にめちゃめちゃ弱いです、こいつは。もう本当に。だけど、もう金銭型だもんな、ザンギエフは。あ、やばい。うおー、俺が投げられた。しかも、投げの声がね、全員一緒なんだ。そうだね。当たんなかったもん。やばい。くしょー、楽しいね。このね、緊迫したやつがいいんだよ。このね、本当に今はもう格闘ゲームってね、相当スピーディーじゃないですか、何にしても。だからこのゆるさがね、このジャンプしてる対空時間も遅いじゃん。だから波動拳打たれた時にさ、当たるか当たんないかみたいな、ギリギリね。そこ攻めるのがいい。これが元の格ゲーのあれだ。いやぁ、昇竜拳だ。おい、なんで、やめろ。昇竜拳、あ、波動拳だった。トロさがいいね。トロさがいいね。ということで、このトロさを脱却したゲームやりましょうよ。ゼロはファミコンになったっけ。ファミコンになったよ。ゼロ2か。ゼロ2はスーパーファミコンになったけど、あの無理やり移植したやつですよね。もうトロトロに遅いし、あ、めちゃくちゃね。あれ、このゼロシリーズからこのさくら。そう、まあ、さくらもね、今となってはもう有名キャラクター。このダンもね。そう、ダンもいるけど、響きだっけ、なんだっけ、響きダン、響きダン。そうか、あれ俺決めてねえな、勝手に言っちゃうの。また決まっちゃった。カリーなんか使ったことないけど。そう、この伝説裏キャラ、お嬢様キャラ、豪鬼もね、うん、登場し始めた。ゼロというのはストリートファイターより前の時代なんだよね、一応。あ、そうなんだ。そう、前の時代の物語。波動拳、あ、ちゃんと端っこまで届かない。ギリギリ届かないと思うよ。嘘、うん、あ、ほんとだ。そう、ギリギリ届かないんだ。そう、でもこのゼロの時はさ、まだ単純に見よう見まねの、そうそうそう、キャラクターだけどさ、どっからかでさ、あの開脚。このコンボが使えるんですよ、ゼロは。いいね。ダンが師匠になってるよね、さくらって。あ、なってる。どっからだっけな、あの単行本だったっけな、なんかで発売されてるんですよ、さくらって。あれ、公式なのかな、って。いや、あれを元にゲームが変えたんだよ。あ、そうなんだ。あったね、ゲームの方がそっちに寄せた。ああ、そうなんだね。あ、逆輸入ってやつね。そう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 、春一番。あ、春一番は技か、うん、何桜だっけこれ。こいつ春日の桜。春日のか、春日の桜。いや入ってやーってこういうのができますね。まあ、コンボがね、ゼロシリーズから徐々に。 それが面白い。方脚ね。方脚ってもう方剣か。あれじゃねえか。キングオブファイターズよ。キングカフ。いや、入ってやー。いやー。あ、全然出ない。全然出ませんでした。確かライバルキャラだったのね、このカリンとサクラ。あ、そうそうそう。これ漫画にも、サクラの漫画にも出てくるんだよ。そう、お嬢様キャラ。ファイブにも出てるんだよね、カリン。あ、そうなんだ。いやー、もうただただ楽しんでるだけのこのコーナーですけど、お許しくださいね。あれはね、もうゆるすぎる。あと絵もめちゃめちゃ綺麗になる。この画道拳、画道拳全然飛ばない。マジリーチショベよ。でもね、このなんかのね、技みたいな。後ろにいるのはあれね、あれですよ、あれのダルシムのあれなんですよ。ブライキー。ブライキー全然当たんなかった。師匠だっけ、師匠だよ、弟子か、息子だったよ。強えじゃねえかよ。おい、コーディどうしたよ。あ、そっか、コーディ。クリミナルアップはかっこいいよ。いいね。うれぇ。でもさ、やっぱなんかキングオブファイターズパクってるよね。若干ね、そっちの方が。あー、外した。チキショ、うまいこと。ガッハーン。あれ、今犯罪者に狙っちゃった。あ、コーディが、やべ。おー、よかった。今のそうコンボと相打ちだったから、コンボスーパーコンボフィニッシュ。こうやってコンボを貯めていくのがいいんですよ。これも
ストリートファイター先、何が先なんだろう、何がゲージって。ゲージはストリートファイター全然ストリートファイター。あ、そうなんだ。スパ 2X が最初だ。全部それをパクったんだ。やっぱすごいんだね。ストリートファイターはすごい。俺はやっぱりキングオブファイターズの方が回数的には全然やってるから、あ、うん、ああいうの方が、まあね、慣れとかあるから。そう、あ、そう、光るんだね、たまにね。キャンセル、キャン、あれ、コマンドキャンセルじゃなかったっけ、光るのって。あれ、光るのはそいつだけなんだよね。そうそう、そう、コマンドキャンセルもあるけど、それは多分光んなかったと思うけど。こうやって、ほら、こうやってナイフ切られる。ナイフ切ろうかな。そう、攻撃力がアップするんですよ。ずるいよ。え、こいつ犯罪したの、こんなんなんでもいいよ。あー、変なやつ。決まった。あれ、ちくしょう。危ない。あ、クリミナラッパ ー超気持ちいいんだよね。クリミナラッパー 6ヒットもするのこれ。いやー、いいね。ヒューって言って、やっぱキャラをね、分かってないとね。そのリーチもそうだけど、ファイナルファイトをね、うん、知ってる人はこのコーディの登場にはめちゃめちゃね、熱くなった。熱くなったんだ。スーパーファミコンでかなり流行ったからそう、こういう空中コンボもできるんだよな。ね、そう、それもいいんだ。あ、やばい。うわ、危ねえ。くらえっ。これ絶対外してねえかよ。さっきから全然入ってねえよ、もう。クリーンやろう。あ、やばい、削られた。お、これめっちゃ今コンボつながった。これが楽しいんだよ。いいねえ。こういうふうに。あ、出てきた。これ、あれも敵で出てくるよな。ね、ガム噛んで吐いて。そうそうそう。警察官。めちゃめちゃ強いやつね。HP 減ると銃で発砲してくるやつだな。そうそうそう。最初からそうしろって話だよ。サードストライクはやってこった。これ主人公一応アレックスっていうのが主人公だ。リュウじゃないんだよね。リュウじゃないの。こっちなんだよね。そう、どこがだよって感じだけどね。どこが主人公だよって感じだけど、ね、でも一応チュンリーもいるし。そうだね。あとね、ブランカっぽい技を使う。こいつブランカっぽい技、電撃とか。ああ、そうなんだ。そう、使ったりする。あ、そう言われたらブランカいないね。じゃあこっちじゃん。サガットもいないじゃん。ベガもいない。そう、でもゴーキはいると。ゴーキいるね。熱殺高カード、コンボ選べるんだこれ。あ、そう、技ね。もうどうされでしょ。あのさ、なんだっけ、春国殺はもう普通にあるでしょ。これはどうだっけ、できんだっけな、忘れたな。さすがにあるんだよ。だって02でなかったっけ。いや、あるんだけど3って特殊なんだ。あ、そうなんだ。やっぱね、この動きが滑らかだね。そう、めちゃめちゃぬるぬる動き。この空中空中波動拳がいいんだ。超有利だった。いやっとするはず。超うざいなってね。ほら、何もできねえ。なのにでもそ、このさ、横ダッシュとかもできるようになったよね。そうそう、そのダッシュね。そうそう、昇竜拳。あ、いいね、これやりやすいわ。ゴーザンク超楽だ。超楽だ、こいつ。うぜえな、それ。空中で波動拳打てるって、ここ豪気のね、特徴ですからね。はい。あと、こいつは春国殺なかったっけか。春国殺ある…あったけど、なんか…どうだったっけな。なんか、ちょっと違うんだよな、こう、あれだと。もう、ザンク。ゲットすんな。逃げて、ゴーザンク。こうやっとけばいい。いいね、うまいっす。ステップ。あ、ちくしゅ。そう、スティックでやるとさ、あ、全然できなかったわ、ステップが。あー、危ねえ。あー、ちくしょう。そう、ブロッキングがあるんだ。そうだ、3はブロッキングがあるんですよ。それがだいぶいいからね。あれ、あ、ミスった。あ、危ねえ。なんで入った。ガードクラッシュだな。そうだ、ガードクラッシュ。 HP ねえから。いや、さすがに残空はずるいわ。残空はめちゃくちゃうざいっす。空中から波動拳打って逃げていけばいいというね。もうね、空手でしょ。そう、基本的な技しかない。これユンっていうのは中国キャラ、八極拳使うというね。そう、そう、テストとか。あ、こいつよ、ステップが長いな、距離。そう、そうなんですよ、それがね。あ、そうなの、そうなんですよ、それがね、結構特徴的。そうなんですよ、そうなんですよ。うぜぇ。やっ、あぶねぇ。あ、ちくしょ。そう、止められるんだね。こうやって、ここからこう繋がるんですよ。
情報って何だよ。あ、ダーイ入っちゃった。めちゃめちゃかっこいいですよ、情報。はい、8極拳の使い方です。かっこいいっすね。中央、中央、あ、あ、入っちまった。かっこいいね。そうか、空中攻撃って空中かもしれない。え、減るな、てかだいぶ減った。あ、入った、あぶねえ。なに、あ、コマンド投げあるんだ。おい、やるな。結構ね、スピーディーだね。そうそうそう、まあの、詰めてけば、詰めてけば、そう、結構強いんで。うん、お、はい、こいつは、こいつも同じようにあんまり飛び道具ではないんで、こう、あーへいっ、ゆっ、どーい。痛い痛い。しかも今一瞬、誠の顔がすごい、すごいことになってたぞ、伸びて。まあこれが飛び道具みたいなもんか。そうだね、ちゃんとこいつは、空中昇竜拳みたいなものもあるから、まあ、便利ちゃうな。昇…あーやべ、あぶねー、あぶねー、なに、ふぅ、ガーッ、ふい、あー違う、俺も技入れたんだよ。ドーン決まったー今なー、やっぱコンボで決めると。今の後ろジャンプはね、コマンド入れた後だったんで、それを掴まれた。それを、俺がコンボで。こういうハプニングもある。ちょっとね、もう一回やりたい、サード。意外と楽しいよ。面白いよ。新昇竜拳ってこっから？そう、こっから。もうバカ減りするやつね。そう。こいつはどういうキャラクター？なんかバスケット、ボールとか投げんじゃなかったっけ？マジで？どうできてんのに？そう。ちょっとアメリカかぶりの、ちょっと剣と似てる、似てる。コマンドわかんねえ。あれ違う、そうじゃないの？多分。一緒じゃない？波動拳昇竜拳じゃないの？あ、出ないの？あ、昇竜拳ですね。昇竜拳でいうやつ。あ、あ、それがあれなんだ。いや、使いにくすぎるだろ、こいつ。マジか。あ、昇竜拳、波動拳ないんだじゃん。波動拳なかった。シン！入った。昇竜拳！決まったー。気持ちよさそうだね。いや、これ、新昇竜拳めちゃめちゃ気持ちいいんだよ。いや、やっぱね、コマンド分かってないって結構致命傷だよ。そいつ、あ、蹴り系だな。あれ、飛び道具ないの？波動拳ないんだっけ？なんかバスケットボール投げるやつあった気がするんだよね。多分こいつじゃないんだよ。こいつじゃないっけ？どういう攻めなんだろうね。あ、確かに剣と翔に似てる技。あ、あんじゃん。あ、コンボだけ？コンボだけか。いやー、きついだとしたら。昇竜拳、もう波動、波動昇竜拳。やばい、外したー。新昇竜拳全然コマンド打てなかったよ。あー、やばい。いや、めっちゃラグあるわ。見てから避けられる。あー、危ねえ。うそ、俺勝った、やった、昇竜拳がいった。なんだー。まあ、ということでです ね、 そうですね、やっぱりいつやっても面白い、うん、ストリートファイターね、面白い、やっぱ。あー、ということで、なかなかやっちゃいましたけども、うん、次はアーケード。アーケードでボスを倒していくということで。そうですね、じゃあこのストリートファイター、スーパーストリートファイター 2X、 それ VS ボーンですね。あ、本当だ。それでやっていきたいと思うんですけど、ね、まあこれはよくゲーセンとかにあるのが一番多いのがこのスーパーストリートファイター 2X ってやつ。そうなんだ。スト2にコンボがついたもの。あ、そういう感じ。はいはいはい。 X は知らないな。知らない。コンボってこっからコンボができる。だから他の格ゲーも全部これからコンボって概念を真似した。スーパーのこのオープニングは大好きだった、うん、このあのチュンリーとか出てこなかったけど、そうそうそう、かっこいいんだよね。そう、最後止めてね、パーッ。こんな時間かかんないけどね。ゴーキも出てたっけ？スーパーの時。出るけどコマンドなんだよ。難しいのこれ。キャラクター選んで選んで選んでね。よくあるやつだな。グランドマスターチャレンジ。これは今やっても本当楽しいですね。ということで、アゲドモード。まあ2人が使えそうなキャラクターで。じゃあ竜しかないんじゃない？竜でいくか。ここいる？誰か使えるやついる？ケン。マジだ。だったら竜でもいいんじゃない？じゃあ竜で。じゃあ僕からいきますか？ジャマイカってことはあいつだな。DJ。松崎しげる。顔松崎しげるって黒いし。さあ、あ、やっぱな。あの、これ調子に乗ってると結構こいつらたまに強いから、もうね、こいつめっちゃ詰めてくるよな。そうそう、アッパーカットみたいな。しかもね、敵はね、なんかしないけど溜めないでも技出してくるからね。そう、こいつらずるいんだよ。おおお、ほら、今絶対溜めてないから。あれ溜め技ですからね。これも溜め技なのに、ね、一切溜めないで出してくるからね。マジ意地悪だ。あ、待って。意外に強いじゃないか、こいつ。
しかも食らった時だけ急に違う人になる。ただの蹴りしょぼい。そうこゲージが溜まったらさっき見たスーパーコンボね。スーパーコンボ真空波動拳なんですかね。オッケー、いいねいいね、コンボ組んで、おっ、投げ抜きができるんだよね、確かここから投げられてもなんかコマンドをしてマジね。そうそう、今の投げ抜け昇竜拳が出ないっていうのは本当致命傷だ。結構昇竜拳出しにくいですね、この。おっ、あたたたたたたたー、そう、これもね、はい、下ため上。おっ、コンボ組んできやがった。もう波動拳、波動拳、とりあえず波動拳で切れそう。しょっぺー勝ち方だな、本当に。いや、でも DJ ね、結構調子乗ってるとね、あの負けるときあるから、強いんだよ、DJ。この顔ね、うん、松崎君。これ見たかった。チュンリー。しょっぱい試合してすみませんってやつだな。さあ、チュンリー。こんなにキャラクター多かったか。この時めっちゃ美人なの。白肌チュンリーだけちょっとタッチ違うねなんか顔でけえない あ、そっかそっか、これどうこれどうだね、勝利点減るね、減るね、いいねいいねいいね、飛行剣、可愛いね、飛行剣当たるかよ、やべめっちゃ避けられてるねいいね、昇竜拳、あ、いいね、あの余裕だこいつ、やっぱさすがだね、これチュンリーの倒れてるお尻をよく見てるもんですよこっち向けるんですよ、なんだっけな、下段キックで、うん、で、なんかあの、アメトークかなんかで川島、あ、やったな、キリンの川島がね、川島さんがやってましたよね、うん、あ、今のだな、そうそう、今のよく見る、そう、だから転ばせるんですよ、よくこう、そう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 、これ編集でなんとかあそこだけストップしてかけて頑張ります転ばせる、ちょっとね、左、これ、あー、今ね、今のね、あれ、ストップさせていただきます、いいね、いいね、あとここもいいから、ほら、ケツ見えるここもいいから、ストップさせていただきます、何回ストップさせて、あー、かわいそう、かわいそう、何やってんだよ、女性手出すのよ、知らねえよ、仕方ねえだろ、さっきました、ブランカブランカ、これも一応人間らしいですね、本名ジミって名前ですけど、あ、そうなんだ、これ、あれでしょ、あれは映画の設定か、ガエルのあの同僚だったか、兵隊、 あれは映画の設定、結構映画とかで設定変わるから、この基本設定としては、うん、ジミーという人間で、そう、昔お母さんと生き別れになったという設定、あ、そうなんだ、燃えると痩せるというね、燃えると急にベガの格好になるといういや、めっちゃ、やばいやばいやばいよ、波動拳打っとけ、あ、おい負けちゃう、遊んじゃった、うん、もうね、燃えてる時のモーションはみんな一緒だから、確かそう、そう、波動拳じゃなくてファイヤー波動拳も打てるんですよね、これ今のファイヤー波動拳、相手ためないで出すな、ローリングアタック、あれ本当はため技なんですけど、コンピューターの場合も関係なく強いよね、あ、強くなってきてますね、やばいぞ、ためないで出すとか超面白いんだけど、ローリングアタックやべえよマジで、こいつら卑怯すぎるよ、あっ、OK、 もうこっち寄せるな、あ、波動拳が、おい、うまい、波動拳が出ない、波動拳が出ないんだよ、波動拳が出ないんだよ、あ、待って、ハドケンだけど噛まれてんじゃないか、もう一回やらせろ、もう一回やらせろ、ちょっと、まあれ桃色になってキャラクター、待って、食べないで出してくんじゃねえよこいつ、マジさ超ずるいよな、前兆がないよね、うん、ベガになベガになんじゃないよ、燃えると昇竜拳が出ないよ、あ、撮影しちゃった、あ、待ってめっちゃ変、めっちゃ、ちょ待って、めっちゃ削られたじゃん、さっきので、あの敵の投げめちゃめちゃ減るからね、なんなんだよ、いやブランコ結構強いね、待ってこいつなんだよ、結構調子乗るからね、いいね、調子燃えろ燃えて波動拳出ないんだよ、燃え、あー、ちょ、めっちゃさ俺のゲージたまんなくない？たまんないね。いや、そうなんだよ。あのね、逆にコンピューターたまりやすいなって。いじめだよ。結構ね、ずるいんだよ。やばい。もう嫌だ、嫌い。いや、でも結構ね、ブランカは、ここで結構ね、アーケードでもね、負ける人多いんだよ。あ、そうなんだ。うん、なんか急にこいつだけね、やっぱね、ちょっと、アケコン欲しいね。まあな。アーケードコントローラー。アケコンはね、俺はもう適当に米の打ってればいいから。もう、リオ君がやりやすいキャラでいこう、まあ、普段、まあ、龍拳も使うけど、いいね、このマジかよ、うんまーいや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 
これね、基本こうコンピューター有利なようになるんですよ。なんか知んないけど、ね、攻撃力上がったりゲージがたまる。うわスーパー超反応で対応してきてる。マジかよ、溜めろよお前。なんで溜めないで撃つんだよこいつな。マジかよこいつずり。いいねいいね、でもいいね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 。でもめっちゃ舐めたプレイされてる。そう、あ、やばい、あ、真空波動拳。あ、危ない危ない危ない、危なかった。真空波動拳打つ前は無敵になるからよかったよかった、いい今よかったね。さあここだよ、こいつ今でも舐めプレイしやがった。そう、舐めプレイしてたからね。竜巻扇風機結構いいから。あ、これがこんな減る、めっちゃ減るじゃん。投げでさ3分の1減った。意外に竜巻がこいつには、お、いいね。そうなんだね、竜の竜巻扇風機は一発で倒すから結構使える。あ、舐めてこいつ舐め出した。いいね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 、いいよいいよいいよ、進化の時いいよ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 、焦んな焦んな焦んな、いいよいいよいいね、これだ。あと一発ハドウケー、あーセブケー、あーやばい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 、これだ、もう一個もう一個、あーいけいけよっかー、危ねーしゃーあー白熱してますね、ブランカ3試合目で、あのブランカごときにこんな白熱するんじゃないよまだまだですよ、四天王も。出た、行きますか。こいつもな、意外とな、こいつ結構強いよ、そういう時は。飛んでくるからな、堅実に。このバルログみたいな感じで飛んでくるじゃない。そう、それがちょっとイラッとするんだよね。でもこれ、あれ打った後絶対これが効くから。あ、あ、やばい、ここはちょっと気持ちよくね。何がおおおおマジか、連打してんな。さあ、一発逆転いこう。くらえー欲しい。いや、こいつは昇竜拳がね、ちゃんと出ないときつい。そう、ね、上から来るから。向かってきた時の昇竜拳だよね、やっぱ。オッケーオッケー、いいよ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 。来た、あー、あ、いいね、気持ちいい。迎撃できる、それだ。あ、ここは1本取りたいね。オーケー、で、ここで一応シンクロを取っておいて削っといてね。オーケー、わかったわかった、こいつ別所哲也いけるよ。別所哲也サンドホーク別所哲也なんですね、顔でかすぎたな。とりあえずジャンプしたら撃つ。おっとジャンプしなかったですよ言った瞬間にしゃがみ入れてくるからね。聞こえてんのかな、聞こえてんじゃん、コンピューター。いやらしいやつね。甘い、おー、甘い甘い、気持ちいいね。ちょっと近づいてくんなよ。近づいてきたら今度勝ち上げあるからね、これ甘い甘い。さあ決めたいね。やばい、一発逆転。そうだ、あー、いや、なんでだよちょっともう一回やして。行こうよ行こうよ、別所哲也腹立ってくんなこの顔きついな、頑張ろう。いやー、きついな、いや、きついな。きついな。あー、やばい。ここからある？いや、あ、やってる？こいつ意外にね、俺たち何日かかる？これ、クリアするじゃ、もし俺これ負けたら終わりにしよう。オッケーオッケー。ためやすいと思う。混ぜろ。ハニックブーン！こっち。そう、下と上だけです。基本的にソニックブーンと触るだけです。やばい、いや、めっちゃ減るやん、減りすぎだろこれ。うーん、じゃないんだよ、ここだ。あ、うそ、え、何今、マジかよ。てか、あれを投げで返すかね。ああ、マジか、サマサマ、あ、削られたスパゴンは分かりません、さすがに。いや、これサンダーホーク結構鬼門だな。行ってみよう、クリアしちゃおうよ。やばい、もう負けそう早えよあー強い、やばい、あー、ただもう いけそう、いけそういけそういけそう。あ、いいな、使いやすいよ。あ、いいね、決まってる、いい、ね、もう大丈夫だね。オッケー、あ、嘘、オッケー、余裕、あれ大丈夫、
大丈夫よ。ほらほらあれ、ほらあ、やっぱため系はスティックだいける。スティックやりやすいね。スティックはためられるから、ね、十字キだと疲れるんだよね。確かに確かに。パルルもためか。そう、ため、もうためしかない。あ、いいねいいねいいね、気持ちいい気持ちいい。ほらってなんだ、なんだよほらって。キョー、ちょっと調子飲んだ。大丈夫、なんと水長拳になってない。ヒョーヒョーヒョー、いいねいいね。ヒョーヒョーヒョー、あ、いいね。ヒョーヒョー、さあ決めたいよ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 。ちょっと安全策、安全策打ち砕かれたり。いや、まあこういうね、ナメプロシュートよりここで勝てばいいんだ。そうだね、近づけさせない、これがいい。こうやってね、こうやってね、サク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 、こうやっていく。おー、すごいじゃん。返されてるじゃねえか、返されてんじゃねえか。で、こうやってこう、こう最後スパコンみたいな。いや、あれちょっと、あれね、これ難しいんだよ。マジでクイズのスパコン。あー、やばい、甘い。オッケー。いや、余裕だな、クイズ。俺、使えるかな。多分いけると思う。ためだけやっていけばいける。マジで。あ、でもちょっとね、あ、ダルシムちょっときついかもしれない、もしかしたら。うわ、真っ黒のダルシム。いいんだよ、ダルシムだ。よし。あー頑張った頑張った頑張ったね。できるわけねえだろ。あ、いいね。それやりたい。これをね、こうやってやるのがいい。この壁キックやりたいな。これもこれも。それがやりたい。これに弱いんだよ。で、これで蹴って。あ、いいね。さすがだね。妖怪とヘフスペインか。はい。で、ここに来たら、パンチボタン押せばいい。あ、そうなの。今日多くってパンチ。早いね。え、投げは、投げもパンチ？投げは近くに、ジャンプで近くに寄ったら、うん、前と前を押しながら。あ、やっぱコマンドあるんだ。そう。前。あ、ガイルちょっときついかも。前を押しながら何？パンチ。要は普通に投げる感じ、感覚。ああ。いいよ。うわあ、そっちはパンチだね。ああ。ごめん、今何も分かってないって出しちゃった。いいところにして。マジためなしだよね。マジで。ああ。これに。おお。あ、これっぽいんだね。うん。オッケー。ああ、いい。素晴らしいわ。やっぱね、ため系ならこのコントローラーでやっぱいけるね。やりやすい。そう、逆に。崩れるね。おっと。何、暗いすぎだろうよ。死ぬよ。はい。あ。オッケー。おお。サマーソルト気をつけて。オッケー。今出してきたな。オッケー。おー余裕余裕。余裕か。まあまあ。問題は俺だよな。慣れないとちょっときついからバルログは。あ、ザンギフ。ザンギフならいけんじゃん。いけるだろ。取って。ああ決められた。ちゃんと決められた。何格好つけてんだよ。マジか。強えなこいつ。まあ、待てよ待てよ。何もできなかった。これだよ。これで5分。もうこれだけで勝てんじゃん。これでいけんじゃん。なんだよそれ。これしゃがみ中パンチ。これたまにこれでしゃがみ中パンチでいけますか。あれでいけんだ。あ、いい、かっこいい。やっぱルーかっこいい。あれやべ、意外と1時間も近くもやってんだな。ね、だいぶカットしまくりで。もちろんもちろん負けたところカットしまくり。俺の負けたのはね、全カットしていくから。キャミー、いや、キャミンは意外に強いんですよ。俺がやるわ。俺がの…もうダイジェストですよ、俺の場合。全部の武器で。ちょっと警戒しながらやんなきゃ。いいね、いいね。あ、いいね。決めよう。投げられてる。
あー気持ちいい。それですよ、やりたいのは。やっぱね、あれが一番、なんて読むんだっけ、ちょっと夜の時計。おー決まれ、いいね、いいね、決まれ。あー、いいね、はいはい、決めよう、勝ち、イエーイ。やっぱあれに弱いっすね、相手。それが出したい、出させてくんないんだもん。下上キックで出さし、あ、やばい。バイソンはいけんじゃない、やっと四天王まで来たよ。顔できない、めっちゃ時間かかったな。焦んな焦んな焦んな。あーこれっす、これだよ。出たよ、ザンゲーフの時。それで勝てるんだったら俺もやってるよ。ちゃんと技出せよ、技。やばいやばいやばい。たまに調子乗るけど最高度されるから、たまにこれやってたまにこれやるわけよ。決め技だ。後ろのニンニンホールが気になってしょうがねえよ。貯めろよこいつ、オーバーじゃねえ。マジ卑怯だわ。貯め判定のギリギリで狙ってくるもんな、こいつ。いいのそれで、勝っちゃうの。決まれ、決まった。見てこのコンボ、ローリングイズナドロップのコンボバージョン。やっと出たね、スパコン。こいつは余裕だった。余裕だった。次がバルログかな、多分次バルログ対決です。サガット？バルログ？バルログか。さあ、ヘンテコ対プロ。ああ決められた。決められちゃったよ。ブラン監督でもう戦意喪失してるもん。こいつは多分ちゃんとやんないときついかな。いいよいいよ。ああ、こいつうまい。やめろよ。やめろよ。やめろよ。あ、いいね。やめろよ。はい。死ね。オッケー。やっぱあれだ。あれで、あれで出すタイミングとかで調節するしかない。オッケー。何が？やばい。詰められてるよ。やめんの。お、いいね。一回入っちゃえば。こうやって裏に回ったりして、こうやって調節して。こうやって。次サガットだ。やるな。妖怪とヘフ。サガットはやばいじゃん。飛び道具も。そう。アッパーカットも。そう。波動拳、昇竜拳的な技があるから。天敵だなじゃん。そうだね。こういうおへつけ。怖い。いいね。投げで一気に持ってったわ。久しぶりの一勝。ハハ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 。頑張ったよ。でもえパーカットがあるから、すごいね。あ、いいね。ちょ、裏もあれば。あ、いい。アッパーカットも外すの。裏もあったよ。たまにこういうことたまにこういうことなんだよ。毎回オチがそこじゃねえかよ。ほら、ああ、もう。いいよ、いいよ。その調子よ。妖怪とヘフサク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 。タイガーに合わせて打つ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 。ああ。危ない。2位でよかったね。やばい。怖い。こいつやってきた、ついに。ついに。本性出してきたぞ。甘い。おう、素晴らしい。甘い。いい。甘い。いいね。決めよう。甘い。そこだ。これでこれだ。オッケー。よっしゃ。で、やっとベガです。やっとラスボス。やっとラスボスです。何分かかってるんですかって話です。めっちゃかかっとるわ。さあ。これさえ勝てば俺たちの勝ちですよ。任せろ。悔しい。いけんじゃね、いけんじゃね、これいいよいいよ、いけんじゃね。あ、いい、素晴らしい。あ、余裕。俺今何の技術もいらない。早いね。ただはめただけだったね。さあ急いで、やばいよ。どんぐらい勝ってるの。
めて気持ちよく。オッケー、ハマった。パターンにハマったよ。オッケー。パターンにハマったよ。パターンにハマってるよ。決めろ。決めたよ。よっしゃー。やった。ということで。何分かかった。見事。見てくださいエンディング。見事かな。スーパーストリートファイター 2X やっとクリアしました。アーケードマークリアということで、長々やってまいりましたがやっぱ楽しいね。楽しい、白熱した。すごいもん今汗が、うん、俺も楽しかったということで、まあ、こんな感じでね、この、まあ、銭湯のゲームコーナーという、うん、まあ、タイトルもしかしたら変わっちゃうかもしれないですけど、こういう形でゲームを、どんどん 僕らがね好きなゲームをやっていきたいなと思いますので。銭湯にゲームコーナーってあるじゃない。ありますね。超つまんなそうなのがいっぱいあるからね。あれを演出してます。そう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 。ということで、まあ一つぐらいだったらありそうだもんね。ある、多分あると思う。ということで、今後とも、ゲームコーナー、はい、よろしくお願いします。ということで、はい、本日は以上です。またご視聴よろしくお願いいたします。はい。本日も銭湯の脱衣所をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。当放送はまもなく終了のお時間となります。どなた様も高評価チャンネル登録を忘れず、気をつけてお帰りくださいませ。またのお越しを心よりお待ちしております。ヒルハッピー、明日のねヒルハッピーのコーナーワンポイント、ラッキーカラーは、あ、ラッキーアイテムはネイルです。自分のね好きなカラーをネイルしてテンション上がってですね、可愛くしてですね、職場とかでもバイト先でも何でもね、多分やっぱ自分の顔って見れないですから、見れるのって爪だと思うんですよ。爪見てねハッピーな気分になって、で友達に可愛いねって言ってもらえて、そこからハッピーが一つずつ広がっていっていけたらいいなと思います。みんなでハッピーになりましょう。